どうも、お車研究所カードクサービスソロキャン初めてのデビューに心ワクワク心臓ドキドキの矢野と、ソロキャンって言いながらカメラマンいる時点でソロキャンじゃねえよなと思ってるカメラ担当岩明です。よろしくお願いします。さあ矢野ちゃん、今日はどちらに来てるんでしょうか。今日はですね、はい、スノーピークさんがやっているキャンプ場に来ました。はい、我らが都の城市の新しくできたキャンプ場ですね。そうです。新しいもの好きの矢野ちゃんにはもってこいの場所ですね、うん、キャンプしたことはないです。はい、その中矢野ちゃんが初めてキャンプに行くという動画を GR86 と、はい、まさかの GR86 と一緒に行くと、はい、ただ荷物は確かに GR86 乗ってるのを見ました。はい、ちょっといいですか。はい、私キャンプも初めてじゃないですか。はい、テント建てた経験なんてイベントのテントとデリカのテントぐらいしか建てたことないので、はい、実際その寝泊まりする本格的なキャンプのテントをちょっと建てれるかどうかも不安でしかないです。あと火起こしです、ね、はい、じゃ早速やっていきましょう。おう、ここはスノーパークさんで購入したカフェ、はい、いいですね。スノーピークさんはスノーパークといえばいい、全然いいですよ。で見て、はい、もうちょっと溶けちゃうんですけど、はい、こう可愛いんですよ、ソフトクリームの形が、うん、確かに、はい、本当に雪だるまみたいな、はい、私もこちら都の城さんの飲み物、うん、ブルーベリーのやつ、うん、自腹で買いましたね。はい、どうぞお食べください。はい、っていう形でもう早速食べていきたいところなんですが、まず自分が今現在いるところ、ここですね、関の方の展望所の付近に今、いるのが、ここか、現在地。はい。で、これが、このルートになるのかな、うん、展望道。多分、キャンプの場所、ここら辺かな、滝があったから。そこら辺ですね、多分。はい。さあ、見えてまいりました。矢野ちゃん、左手に見えますのが。おぉ、見えました？スノーピークって書いてある建物。はい。到着ですね。来ました。ちゃんと止めます。ここで受付して、うん、カードもらってキャンプ場に向かうというわけですね。はい、はい、父ちゃん、はい、行ってらっしゃい。じゃあ行ってきます。はい、見えますかね。あれじゃない、結構、お、山道入ってきましたわ。この虫が飛んできた。おお、山の中にゲートが存在しますね。ここだけ近代的。そうですね、ここのゲートに矢野ちゃんが扱ってきたカードをピッとするわけですね。そうすることで入れると。届きますか？お、ありました。OK です。すごい。さあ、こちらが矢野ちゃん、どこでしたか？スノーピーク。はい。で、車はどこに飛んでる？じゃあ、ぐるーっとせっかくなんで回って、何があるかを見ていった方がいいんじゃないですか？こちらが多分シャワーとかのところですか？ああ。管理棟みたいなところですね。はいはいはい。ここなんかいろいろある。都の城って書いてますよ、スノーピーク、シャドウフィールド、シャドウ道路のみ、うん、OK、はい、ここもじゃあシャドウ、そうですね、はい、B とCとありますね、目の前、うん、あ、すごい、リアカーある。車に荷物乗せて運びきらないやつ、はい、めっちゃありがたいですね。ね、矢野ちゃん荷物いっぱいだったんで、そう、めっちゃどうやって運ぼうと思って、はい、この場所が ABC、はい、だから自分たちは A の13、はい、A の13ですね、はい、A のです。どうですか、86でキャンプ来た気分は。GR86 も喜んでます。でも本当ですか、うん、本当ですか。サーキット走りたいって言ってるように聞こえますけど、私にはいいですね、サーキットで。ちょっとあれやりたい、わライスピノをやってみたいです。ああ、いいですね。じゃあ今度入れときます。はい、お、いいですね。お、なんか小川が流れてますよ。ヤノちゃん、車ごと落ちないでくださいよ。ヤノちゃん、振りじゃないですよ、本当に。ちょっと楽しみになってきた、こんだけしていないと。振りじゃないですよ、本当に。車だけじゃなくてヤノちゃん自体も落ちるのとかやめてくださいよ。ヤノちゃん、目の前に見えます、何か見えますか？見えますか？すごい、見えます？あれ滝？ちょっとストップしていただいて。滝だよね。はい。すごい。こちらが赤道の滝じゃないですか？え、
涼しくない？いや、もちろん山なのでやっぱ涼しいと思いますよ。うわ、めちゃくちゃすごい、はい、自然の力でできた川、はい、滝すごいですね、やっぱり。 あそこに遊歩道みたいなのありますね。あそこでマイナスイオン浴びた方がいいですね、やっぱりキャンプなんで。はい、いや私は渡りたくない。行きましょう。いやだ。行きましょう。いやだ。行きましょう。でも湯さんだけ行ってか、私取ってあげるから。いやいや、矢野ちゃんが行かないと意味ないんで。行きましょう。今？はい、この後。何しに来たんですか？キャンプを楽しみに来たんじゃないですか？キャンプ楽しみに来た。じゃあ行かないと意味ないじゃないですか。いや、キャンプは別にあそこ行かなくても。お、見えてきました。A ですよ、みなちゃん。はい。ちょっとウィンカーつけて。はい。いいのよ、クラマのまま入って。はい。おお。見てください。なんと車入る場所に砂利が敷いてありますので。あ、すごい。あ、ちゃんと手洗い場もある。はい。いいですね。おトイレもこちらにありますので。あ、トイレがあると助かる。さあ、矢野ちゃんがバックをして U ターンをして車を切りながら OK です、いいですね、はいはい、ハンドルまっすぐです。オライ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 、はい、 OK です、 OK です。行き過ぎてますよ、行き過ぎてますよ、それぐらいで、はい、 OK だと思います。いやー、着きましたね、矢野ちゃん。はい、着きました。はい。うわー、あっちのゲートから入ってきて、はい、そうですね、ゲート入ってきて、結構広いんですよ、はい、そうですね、かなり広いですね、うん、で、ちゃんと区画が、はい、A、B、C、D、E、F まであったかな、はい、で、多分そこが F、E、F ぐらい、はい、で、さっき聞いた台車、はい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 、あそこにある。ただしかもあの台車あれですね、今気づきましたけど大きさがなんか若干違うんですね。え、そうなの？取っ手のところがほらフラットになってたり、ちょっと持ち上がってたりと。やなちゃんが触ってたのは多分一番大きいやつ、はい、操作しづらいやつですね。あ、そして、はい、こちらに小川が流れて、やな、うん、ちゃん落ちないでくださいよという振りがあった小川ですけど、結構な水の量ですね、うん、いいですね。でしかもほら滝がそこに、はい、あ、そうです、結構涼しくないですか。うん、うん、涼しい。で日陰だし、はい、今日全国各地猛暑日で気をつけてくださいって言われたんですけれども、やなちゃんガチで涼しいです。もうちょうど日も暮れ始めてはいるんですけれども、うん、いつもだとこの時間帯でも全然暑いんですけれども、うん、全然涼しいし、多分風が見えるかな、奥の方のミストが多分ほのかに香ってくるんでしょうね、こちらまで。すごい涼しいですもんね、うん、でも見て、はい、改めて見るとあのキャンプ場に、はい、GR86 のはっちゃんが、はい、1台だけと、うん、いいですね。やさん、できればじゃああちらの方に行っていただいて、ね、見てください、あのキャンプ場に1台しかいない、さらに GR86 という映える映えるかどうかは分かんないんですけれども、もう GR86 はどこにいても映えるよ。はい、これちょっと待ってくださいね、角度でいきましょうか。じゃあこの角度だけでいけばですね、はい、ただの GR86 という矢野ちゃんなんですよ、うん、ただこうした時にまさかキャンプ場にいるとは思わないですよね、誰が GR86 でキャンプ場に来たんだと、うん、だって見て、はい、誰もいないんだよ。はい、今日は矢野ちゃんが他の皆様にご迷惑かけるといけないと思いまして、はい、貸し切りをキャンプファイヤーできるね、一人で。はい、できますどんな寝言言おうが、どんな歯切りしようが、うん、クレームは一切来ませんので、ゆっくり寝ていただければ。おお、すごい。はい、クマは出ないからいいよね。いやー、それはちょっと何とも言えれないですね。もしかしたらワンちゃん矢野ちゃんに会いに来る可能性ありますねいやいや、なんかこの風景だと、はい、すごいキャンプみたいな感じ、はい、こっち行くと、まあ、民家そうですね、民家が何個かありますので、うん、はい、
で、またあのキャンプってあの初めてなんですけど、はい、やっぱり心配するのはトイレ、はい、で暑いから絶対汗かくから、うん、やっぱりこうシャワー、うん、ないととか、あと水道水、はいはいはい、そうですね、うん、だからそれ考えたら、うん、めちゃくちゃいいですよ、うん、だってもうそこにあるんですもん、はい、トイレも水道も、ね、初めてのソロキャンプだからまあいいかもしれないんですけれども、うん、あのキャンプ場行ってこの風景当たり前じゃねえからなそうなの、はい、もうこれが初回だともう矢野ちゃん、え、隣に人いるんですけれどもって言いそうですけれども、いや矢野ちゃん、今回がイレギュラーなキャンプなだけだって、普段はもっといますよ、うん、人が、はい、いやあんまり人がわちゃわちゃいたら、はい、なんかダメ、いやいや、だからあの当たり前じゃねえからなって言っとかないとうん、でこの GR86 がポツンと止まってる状態のキャンプ場、うん、当たり前じゃねえからなと声を大にして言っておきます。さすが、また GR86 とのソロキャンプデビュー、この後は引き続き GR86 とキャンプを思う存分楽しんでいくので見てください。このチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録と高評価と素敵なコメントよろしくお願いします。ではキャンプ道具編でお会いしましょう。バイバイ。